皆さん、こんばんは。行政書士であり、ブレイントレーナーの田原正春です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、そもそも法律とは何のためにあるのでしょうか離婚、遺産に関するトラブル、相続、成年貢献などの法律に関わる日々の仕事の中で、 法的に問題を解決するだけでは、依頼者の方々の傷ついた心をケアできないと痛感しています。法律は本来、我々人間が安心して平和に、そして幸せに暮らせるようにと作られたものです。ただし、法律にも限界があります。人の心の中まで 立することのみならず、癒すことはできないのです。そこで、本日は脳教育を通して、心のケアができるセミナーにしたいと思っています。本日は、認知症になると、銀行でお金が下ろせなくなるの。その時どうすればいいの言い換えれば、将来、認知症になった場合に、 法的な準備と気持ちの持ち方。それをテーマにセミナーをさせていただきます。認知症のため、銀行の窓口で自分の口座からお金を下ろそうとして断られる場合があります。自分のお金でありながら出勤できない。そんなことにならないように、法律に基づいて、 事前に準備をしておきましょう。老後を安心して生活するための法律的な対処の仕方と、その時の不安や恐れにどのように対処すべきかを詳しくお伝えします。認知症などで判断能力が低下した人を法的に保護する制度、貢献制度について解説していきます。 人生120年時代とも言われ、長寿化の進行とともに、認知症になる人が増えている今、認知症は誰もがなりうる病気です。だからこそ知っておきたい制度です。認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した人を法律、 面で支えるのが貢献制度です。次をご覧ください。青年貢献制度の種類。この貢献制度には大きく分けて法定貢献、それと任意貢献の2種類があります。いずれも判断能力が低下した人の本人の利益のために、 貢献人等がサポートする点では共通しています。一の法定貢献は判断能力が低下した人の法的権利を守る制度。要は認知症になってしまってからこの制度を使う、スタートするということになります。二の任意貢献に関しましては判断能力があるうちに 後見契約を結んでおく。そういう制度です。認知症になるまでに、元気なうちに契約をして準備をしておく。というのが任意貢献になります。次をご覧ください。まず、法定貢献について解説いたします。法定貢献とは、本人の判断能力が低下してから言い換えれば、 認知症になってから、親族等が家庭裁判所に申し立てをして、本人をサポートする制度です。例えば、認知症が進行して判断能力が衰えた人は、悪徳商法などの詐欺の被害を受けやすくなり、また、預貯金の引き出し、あるいは契約ができなくなったりするなど、 不利益をこむる可能性が高くなります。そのような状況の人を法的に保護する制度が法定貢献です。法定貢献による保護を受けるには、家庭裁判所に貢献人等の選任の申し立てをします。その申し立てにより、家庭裁判所の審判が確定し、家庭裁判所が貢献人等を選任したら、 法定貢献が開始します。そして特別な事情がない限り死亡するまで続きます。次をご覧ください。法定貢献の種類。法定貢献は本人の判断能力の程度により、貢献、補佐、補助の3つに分かれます。どれに当てはまるか。 また判断や後見人等、後見人、補佐人、補助人を誰にするかは、申し立ての理由、医師の診断書、本人との面談などを総合的に検討して、家庭裁判所が決定します。家庭裁判所から選任された後見人等は、類型によって代理権、 同意権、取り消し権が与えられ、本人の利益のためにのみ、与えられた範囲内で権限を行います。以上を説明させていただいたのが法定貢献です。要は、認知症になってしまってからするのが法定貢献だということです。これだけ頭に入れておいてください。次をご覧ください。 任意貢献。次に任意貢献について解説いたします。任意貢献は、本人の判断能力が十分なうちに、要はお元気なうちに、将来的に任意貢献になる人との間で、公正証書によって任意貢献契約を締結するところから始まります。 やがて、本人の判断能力が低下し、任意貢献人の貢献事務を監督する任意貢献監督人が選任されたら、任意貢献がスタートします。つまり、任意貢献契約は、将来判断能力が低下した時の備えとして結ぶ契約です。次をご覧ください。 任意貢献の種類。任意貢献には法的な分類はありませんが、利用形態として将来型、移行型、速攻型に分かれます。将来型は将来判断能力が低下したら任意貢献を開始するという形になります。移行型。 本人の判断能力が十分なときは、第三者が委任契約によって、本人の財産を管理する任意財産管理を行い、判断能力が低下すれば、任意貢献に移行するというものです。私は実務において、この移行型をお勧めしています。 というよりすべて移行型にしています。一番便利で、そして使いやすいからです。ここで事例を一つご紹介させていただきます。約3年前の事例です。これも私どものところで取り扱った事案でございます。103歳のおばあちゃんがお亡くなりになりました。ご本人の希望もあり、最後まで ご自宅でお過ごしになりました。しかし、寝たきりになってしまい、外出することができなくなりました。銀行での普通預金からの出金は、キャッシュカードさえあれば、家族の誰でも ATM でできます。しかし、普通預金に残高がなくなって、定期を解約しようとしたときは、必ず 本人が銀行の窓口に出向かなければなりません。このおばあちゃんはお元気な時にご長男、同居のご長男と移行型の任意貢献契約をしていました。ご長男が任意代理人として厚生証書を持って銀行に出向き、おばあちゃんの定期を解約して普通預金に入れることができました。 このおばあちゃんは、移行型任意貢献契約と一緒に厚生証書による遺言書も作成されていたのです。このご長男を含め、5人兄弟の相続人の間で、1億数千万円の遺産をめぐって揉めることはありませんでした。おばあちゃんが元気なうちに寝か、寝たきりになった時に備えて、 移行型任意貢献契約を作成するとともに、亡くなった後、遺産をめくって子どもたちが揉めないようにと遺言書を作成されていたのです。元気なうちに準備さえしておけば、多くのトラブルを避けることができるということです。何よりご本人が安心して最後まで 生活できるのですそしてもう一つ速攻型というのがあります任意貢献契約を締結しすぐに任意貢献をスタートするという形のものですでは次をご覧ください法定貢献と任意貢献の違いについて申し述べますご視聴ありがとうございます続きはヒルズウォッチで配信中 気になる方はぜひ概要欄をチェックしてくださいチャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします